決勝トーナメント1回戦から勝ち上がりました JDC 所属芝山龍吾選手。そして準決勝1位で通過しております JBC 所属畑秀明選手。お二人とも同じ年ぐらいなんですかね。どうなんですかね。若そうですね。そうですね、はい、20代前半くらいかなと。そしたら20代ですね。かもしれないですね。そしたらナノデスピュアライズもパールが入ったウレタンですね。はい。それしか言わなそうだな、もうボールのことだったら。ずっともう朝からあなたパールの入ったウレタンしか使えない、パール入ったウレタンしかないね。ずっと言ってましたでも彼が選んだのはパープルハン、あの畑君はパープルハンマーじゃないとパール入ってないですかね。ピッチブラックは当時の方で。ピッチブラックはそうですね、はい、パール入ってますね。はい、それじゃあね、最後の試合になりますチーターオープンの決勝トーナメント、たった今始まりました。優勝決定戦ですね。優勝決定戦ね、ただ今始まりました、はい。ミドレーンをね、スタートレーンとして畑選手が選んでましたので、10フレームを左のね11番レーンで終えたいという心理から、12番レーンを選んで出すので、多分11番レーンの方がストライクが出るという判断をしたんでしょうね。初見の地筆はどうでしょうか。ジンクスを崩せるか。いや、すごい崩しそうですね。ラインがやっぱ似てますね。下手したら打ち合いですか。打ち合いですか下手したら同じウレタンなんですが、やっぱ柴山選手の方が転がるコアを選んでる分だけ先が丸いですね。来ないっていう動きをしているんでポケットに収まってはいるんですけど、さあ同じイメージでいけるか。おお、素晴らしいですね。素晴らしいスタートですね。やっぱ右、え、左右になりますね。そうですね、多分 PBA ジャパンスタイルそんなあるんですか。初めて聞きましたよ僕。左右ですか。そうそうそう、そうなんだな。確かにスタートで畑選手からスタートしてるのが不思議ですもんね、もう今。うん、そういうルールが作ったのかもしれないですね。さあ、先よりも間を取っているが、はい、第2フレーム。いい感じですよ、はい。おっと、ラッキーですよ、大きい。素晴らしい。流れを。来てますね、やっぱり持っていますね。今日は持ってるんじゃないかと稲葉選手言ってましたけど、 6-7 を倒し切った、はい、なかなか直らないピン、ね、6は前に倒れてきましたからね。後ろからピンが転がってきてますからね。今回は間をしっかり取ってますね、畑選手は。アブラハマですね、はい。外まで向けて、おっと、4球ですか。4球完全にちょっと厚めだった、ね、エラーもないような感じでポケットまで向いてきたが、はい、この結果は少し本人の中でなんでと思ってるでしょうね。ちょっとイラっときます。まさか今かみたいな感じで。タッチという結果になってしまいました。狙いに行きましたからね、やっぱり。
互い両選手とも、まあ、インサイドからちょっと外に抜けてからバックエンドに戻してくるというふうなレーンの使い方してますけども、このフレームも引いてここは持ってきたいところですね。外に出して引いてこれるか、いいですよ。おっとオーバーリアクション、少し手前で一回反応したような感じもありましたね、うん、球出てった感じ見えたんですけどね、初見の壁が出てきましたか、出てきましたか、結局今選んでるボールで柴山選手は転がるコアじゃないですか、で畑選手は走るボールを選んでるんですよね。その差が先のリアクションに出てると思うんですよ、ものすごく。やっぱ先でブスってきてるのが畑選手、島田選手はもう終わってるっていうとみんな聞き悪いと思うんですけど、ポケットの前で収まってるリアクションをしているので、現状ポケットヒット率が高いのが必然的に柴山選手になるかなと思いますね。でボーリングはもう点数出すためにはもうポケットヒット率を高めることがもう絶対条件なので、現状彼がこの1回戦から決勝戦まで終始ボールを変えずに投げているっていうのは、まあそれだけ全幅の信頼のあるボールなんでしょうけども、本来はボールアジャストも混ぜていく方がいいところなんですけどね。さあ先ほどよりも間を多く取っています。滝目出てない、さすがにないか、ここで裏があったら来たなと思うんですけど ね、 ただこの9本の収まりは大きいです ね、 ですね、ちょっとヘッドピン当たらない裏に行ってしまうんじゃないかなという気も手前の出方では思ったんですけども、うん、まあまあまあ、まあ、さっきはミスがありましたけども、うん、今のこの展開だったら5番はかなり取りやすいんじゃないですかね。そうですね、まあ、スピード調整さえすれば問題ないはずなんで、問題は、まあ、いいんじゃないですか、うん、大丈夫そうです、はい、問題ないですね、はい、優位な状態をキープできているので、そうですね、現状3マーク差ありますからね、もうすでに、投げ切っている。ちょっと後ろの方に倒れたのは大きいですね。大きいですね。少しやっぱりこの畑選手も中から投げる似たようなライン取りを取っている分、ちょっと手前の進み方が、そうですね、影響を受けてきてますね。ありますよね。おっと、これが多いんですよね。これなかったら本当にもうちょっと楽して勝ててるんですけど、毎回本当イージーミスが必ず1ゲーム1回2回あるので、相手につけ入る隙がまだあるんですよね、これ道を限りだと。先ほどとも変わらないルーティーンでアプローチまで上がっています。また選手さっきの4球を調整できるか。おお、素晴らしい、これダブル持ってきたいですね。そうすればワンマーク様になりますからね、一気に相手がミスってるんで。
私はあれですね、この間の4月のインビテーションの時にも、はい、あの見てたんですけど、あの時より上手くなってる感じしますね。投げ方が前はもうちょっと、うん、荒いというかバタついてるって感じは 見えたんですけど、そういうのはないので何か変え、ちょっとわからないですね。選手としてコーチとして僕見てたことはないので、なんか微妙に違う感じはするんですよね。その分からない程度なんですけど、つい先日もアジア大会かなんか金メダル、そうですね、はい、何かその本人の中でもこうメンタルの引き出しとかそういう風な部分とかも変わっている分、そのショットの見え方とか冷静に対処できる回数が増えたりとかもある、うん、かもしれないですね。投げ方がとりあえずストレスを感じないようになりました。前はね、まあ、ウッドだったかもしれないんですけど、会場がすごい投げ急いでる感じは確かにあったんですけど、落ち着いてるなーっていうのが見えるんで今は、まあね、対戦の方がこう勝ち上がってきてるのでトップシードだと受けて待つタイプじゃないですか。だからそういう風に見えるのかなと思っちゃったんですけど、見るですね。2発もかなり難しい、このレーンでは難しいスペアですが、ストレスなく、はい、普通にスペア取りましたね。じゃあリードは保っている状態ですが、はい、まあ、4フレームミスの分万全な状態ではない、そうですね、状態で後半戦に、前半戦最後のフレームになります。今までと同じく冷静にいけるか。外に出た、こちら柴山選手も倒してきました。5フレームストライク、柴山選手の方がストライクは見えてますね。やっぱり大きくアングル、あのラインは変えることなく、アングルの微調整でこう進む、そうですね、いけてる感じしますね。その調整の間のエラーも大きく出ることも少ないような、先ほどこっちは薄めの2-5、そうですね、投げ切れてはいるが、おっと、さっき出しすぎて戻ってこなかったんで絞ったんでしょうけど、ちょっとやっぱドボンですね。今まではこういった時のフレームは倒していたというふうな展開できましたが、スプリットで1本カウントです。そうですね、この1本は個人的には大きいんじゃないかなと思います、ね、そうですね、カウント下がりますからね。特にこれでワンマーク差ですか。とりあえずまだ半分終わってワンマーク下がったら全然どっちにつくかわからないので、畑選手からするとラッキーですよね。今からがここでストライク持ってくると相手プレッシャーかけれますので、さあ先ほどストライクの11番レーン出てない、出ました、出ない、おー、分かりにくいな、なんか33フィールドなんで それじゃ出ないんじゃないかと思って見てしまいますね。まずこっちはイメージよく投げれてますね、初選手も。そうですね、11番の方はイメージいいですよね。その2フレーム4球はまあなんでなのみたいな感じでしたが、あの、まあレーンのコンディションをつかみ続けている状態、うん、合わせてくると思いますよ、すね、後半の方から、うん、なんか長くキープできていそうな、はい、ボールの軌道もしているふうにちょっと個人的には思います。先ほどの12番レーンは2-8だったので、これをラインを変えずにフォワードで攻めるか、それとも右によってフォワードで攻めるか、少し抜け気味であった12番レーン、フォワードにしてますね、やっぱり、はい、
縦回転にして先のリアクション減らしてましたね。さあ攻めの体勢に入ったダボを引きました。これでもうドーピンですね現状では。なので柴山選手はここでストライク持ってこないと初めて追いかける立場になりますね。ここでそうですね、優位な状態から追いかける状態になるという、はい、ちょっと焦りが出てくるかもしれないんですが、こっちのレーンはね結構ストライクが出てる方なので、ちょっと柴山選手も落ち着いて確実にラインに乗せてほしいところですね。いいんじゃないですか。いいですね。いいですけど、うん、あのさっきから、はい、柴山選手のボールはあそこで止まった後来ないっていうのが何度も見えてたので、完全に流れがない人であればあの4番は立っています。立ってますね。勢いがあって、しかも今日の運気がすごくある感じがしますね。やっぱりこういう時は持ってきますよ、こういう人は。この右のフレームで今イージースプリットってやってますけど、急に覚醒させますからね。ショットを履行できるか。投げれますね、しっかりと。来ない、ただ来ない。ヘッドを外してしまいました。うん、ここ3ゲームヘッド外すはあまりなかったんですね。ただ、ね、さっきのがやっぱりこう、ね、曲がりすぎのスプリットだったじゃないですか。だからそれがどうしても覚えてたんでしょうね。うん、ちょっとこのノーヘッドは少しスペアも心配になってしまう。うん、今までは優位な状態ですが、ややちょっとこれイージーショット見るのに、はい、あのそうですね、心配をしてしまうような、ミスってしまう可能性ありますからね。あ、素晴らしいスペアですね。はい、簡単に全主導権を畑選手に渡さないというような感じですね。うん、対する畑選手はかなりいい状態のストライクを構築しています。はい、現状まだ並んでいる状態なので、まあ、ここでストライク止まればピン差、カウント差っていう感じで動きます。でカウント差になると柴山選手まだ1ピンリードなんですよね。大きな変換フレームとなります。ここで持ってきましたよ、ターキー。素晴らしい。いやー素晴らしいですね。初見関係なく淡々と合わせてきましたね。投げ切ってますね。はい、ただただ素晴らしいですね。突き放すファンデーションフレームになるか。はい、フォワードローテーションでもゆっくり寄ってきて、素晴らしい。これで自力で勝つのは柴山選手、ちょっと苦しい展開になりましたね。そうですね、2マーク差なのでオールウェイ、オールウェイで204ですか。でもう畑選手は204ある状態なので、ワンチャンは柴山選手が全部持ってできて、畑選手が一発引かないと。そうですね、ストライク1個を引かないと勝てない状態にするかですね。ここで決まりますね、とりあえず。さあ、で来れるか。そこで止まったと来ない。来ない。ああ、ここで初めて運がなくなった瞬間を見たって感じがしますね。流れが切れた瞬間ですよ。いやいやいや、これはあれですね、今流れてた運が本当に断ち切られた瞬間をめっちゃす綺麗に見えましたよ。8番か、いいイメージでポケットに。いや、多かったと思うんですよね。はい、まさかこれジャスト8が出ると思わなかったですね。まあそれだけ素晴らしいショットをしたんだと思いますね。
いいショットをすればするほどそういうのが出ますから、やっぱりジャスト8こそ本物のタップだってあれですね、東海の坂田プロが前僕に教えてくださいましたけど、10番ピのタップは何かミスがあると、8番ピのタップはもう運がなかった、だからあれこそタップだって言ってましたから、本当に完璧なショットを彼はしたんだと思いますよ。ただまだチャンスがないわけではないです、ね、オープンすればということですね、畑くん、畑選手が、ね、はい、ですね、それまずにレース球は保てていると思います。投げ切れたかどうだ、おー、さっきも苦戦してた右のレーンでしっかり持ってこれましたね。まず大きな一本、一発目を引きました。あと2つもうストライクしかないですからね、畑さん、あ、島山選手には193まで持ってって畑選手のミス待ちという、大きな初タイトルがかかっているというふうな展開です。必要なところでは今日は引き続けることができています。大きな終盤ですが、はい、ここももう一度引くことができるか、ちょっとルーティンがさっきより違いますね、間が出ましたね、いいんじゃないですか、おー、ワンチャン持ってきてますね、まだメンピンを絡め倒しました。もしっかり持って最後の糸持ってきて、これあれですよね、1回戦と同じパターンですよね。そうです、そう、諦めない人にしかチャンスは来ませんので、島山選手はね、最後の最後までしっかりとストライクを出して勝ちを待つというスタイルにしておけばいいと思います。いいんじゃないですか、素晴らしい、はい、できる限りの仕事をした感じはしますね。これであとは畑選手が10フレームで仕事ができるかどうかだけですね。最低でも9本スペアです。9本スペアを出せばあとはもう1本でも倒せば勝ちが決まりますので、これミスれないって思ってますから、わからないですかね、ちょっとドボンする可能性もありますからね、何が起きるかわからないのがボーリングですよね、はい、決して有利な状態とは状態には見えるがどうなるか、勝負の一投、さあどうだ、来たか、おっとやっぱりカバーしないと、ちょっとやっぱり球が出てなかったですね、さっきよりも畑選手もカバーしない限りはチャンスはないので、うん、ルーティンをやり直しましたね、落ち着け落ち着けと、後ろでは祈るし、うん、どうだ、どうだ、うまい、すげえ、これはすごい、すごい、これはこの場面でこれはすごい、見事ないやこれはすごいですね、いや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 、自分で戻しましたよ勝利を。多分大半の人が柴山選手が勝ったと思ったでしょうね、
いやすごい、すごいスペアですね。いやまさしく目が覚めるって感じですよ。あれは誰もが、楽に投げましたね。はい、お見事です。完璧です。優勝は、畑秀明選手です。おめでとうございます。はい、すごい試合でした ね、 いいしたね。本当に2点3点しましたが、最後やっぱりね、ナショナルの貫禄、いやあの6本スペアはすごいですね。すごいですね、金メダリストの。いやいやいや、これ本当すごい試合でしたよ。柴山選手が勝ち上がっていく勢いもすごかったので、やっぱりこう展開見てても、柴山選手がやっぱ勝ち上がっちゃったな、勝っちゃうなみたいな感じの流れだったんですけどね。今日は持っている柴山選手でしたが、もうそこを跳ねのけて、そうですね、本来ならば急フレでジャスト8でなければ柴山選手は勝ってたんですよね。エデンダブルス、チータのダブルスで、解説が、優勝が、インタビューが、まず今日の優勝決定戦での対戦相手、柴山選手との印象をお聞かせください。すごく1回戦から、勢いがあったので、少し自分も気合い入れて、投げるようにしました。今大会の、予選から、準決勝、1回戦、2回戦、決勝シュートアウトまでの流れについて、お聞かせください。予選から同じようなラインを投球していて、で、まあ、あの辺は自分が投げるのは得意だったので、そのようなゲームになったと思います。今日の勝因となったポイントになったところとしては、まあ、自分の投げやすいラインを投げることができたということで、はい、では今日の使用したボールの、特徴だったりレイアウトだったり、何か教えてください。今日使用したのは、ハンマー社のパワフルハンマー、このボールは、ピングで止まってからの起き上がりが、他社の植えたボールとは違って、すごく気に入ってます、はい、ありがとうございます。それから、優勝賞金が、30万円あります。この30万円の使い道、今もし決まっているものがあれば何か教えてください。免許を取るときに研修所のお金にしようと思います。30万円が確かかかるので、はい、当ててください。あと、それからこの優勝、今日の優勝を伝えたい方いらっしゃいますでしょうか。そうですね、日頃応援してくださっている両親、学校、IT ガンバー社長の鈴木社長、いろんな人に、伝えたいです。はい、では、最後に、リージョナル、全7戦で、まあ1人ワールドシリーズに行けます、まあ、ワールドシリーズを見据えた上での、まあ、今後の、残り6戦リージョナルへの意気込みを教えてください。そうですね、まだまだこの優勝も完全な優勝ではなく、自分の思い残したことがいっぱいあったので、その課題を、これから練習で一つずつ潰して、完璧な状態でこの後のリージョナル戦も、はい、それでは本日優勝しました畑選手に今一番大きな拍手を。いや、素晴らしいインタビューでした。はい、今優勝したにもかかわらず、はい、まだまだやり足りなかったことがあったと、もうすでに前を向いていらっしゃいますね。まあ、今年の、リージョナルツアー1回戦ですよね、チーターで見事畑選手が優勝になりました。次回は、ね、ビアですか。そうですね、うん、次回はベアですね、はい。まあ、この優勝はその完全に勝ち取った感じの優勝とは本人はきっと言わないような展開だと思いますが、はい、ただもう理解し